この動画は私の2018年夏の体験談です。いわゆる NHK の集金人と呼ばれる人が私の家に来ました。 で、えーまあ、彼らっていうのはですね NHK の社員とかじゃなくって NHK から委託されている企業のまあ、社員なのか派遣社員なのかアルバイトなのか分かりませんけどもまあ、NHK の社員ではないそしてですね、えー、ネット上のあの情報を見ると一見契約を取ると1万5,000円のバックマージン報酬がもらえるとかっていうのを見ましたがまあ、本当かどうかっていうのは分かりませんという前置きになりましたけどもですね、えー、まあ 来る前兆と書きましたけども実際はまあ来ましたはい2回来てですね、えー、その1回目は不在だったんですよはいで2回目本当にまあやってきたんですけどもですね、えー、そのの不在の紙がこちらです要は、えー、この紙がポストに入っているとまあ来ますよと近々来ますよっていう話なんですけどもですねここご覧ください14時25分 はいで右、えー、21時6分。はいでですね、この左側っていうのは、えー、いわゆる集金人が書いたものなんですよ。それが集合ポストに入っていました。で、右が、えー、まあ、集金人がやってきた時に私が、えー、記入した時間なんですよね。はいでですね、えー、私ほとんど自宅にいるので、 はい、まあ、この時間帯たまたまいなかったんですよで14時40分ぐらいに帰ってきたら、えー、この神がポストに入っていた「ああ NHK 来たなと」とでまあ、近々来るんじゃないかなと思いつつまあその日過ごしていたんですけどもで21時6分にやってきたわけなんですよでこれってちょっと非常識じゃないですか法律的にどうなんですかねねいやこれ、ね 仮にですよ。例えばですよ。まあ、14時25分に来ました。ね。十、えー、17時に来ました。18時に来ました。19時に来ました。それでも、いなかったんで21時6分に来ましたとか。あるいは、えー、何日間か連続で来たけども、いつもいないのでちょっと夜遅い時間に来ましただったらわかるんですけども、一発目ここで、ね。次ここってちょっと非常識じゃないかなと思ったんですよ。 はい。ということでですね。まあ、この動画は、えー、これがポストに入っていたら来ますよと。しかももうその日のうちに来るかもしれませんよという、まあ、そういうお話なんですよ。なので、まあ、これが入っていたら心の準備をということで、まあ、この動画はですね、追い返し方をお伝えする動画ではないので、えー、またそちらはですね、えー、後日 YouTube で公開するかもしれませんけども、今回はここまでにしておきます。最後までご覧いただきありがとうございました。